えー、2025年から始まる新しい共通テスト、現在の高校2年生が受験するわけですけど、正直しんどいなと、えー。なんでしんどいかというと、国語と数学がそれぞれ10分ずつ延長されるんですね。まあ、長くなった分、問題は増えたり、複雑になったりするんだと思いますけど、なんですかね、この教員が残業増えてるみたいな感じ。あれもこれもやってほしいというのは分かるんですけど、個人的に時間は伸ばすべきじゃないと思います。 限られた時間の中に求められる能力をこなす力が求められるべきで、なんで時間を伸ばすんだろうと僕は思いました。はい。で、まあ、数学 C を追加。情報は国公立大学の86%が貸しますということで、明らかに共通テストしんどくなりますんで、現在の高校3年生は、浪人してこの変更に巻き込まれるのはきついので、大学選びは安全志向になるだろうと言われています。 結局、情報はですね、ほとんどの国立大は課すということで、で、公立大はその代わり4割ぐらいしかないと。で、えー、共通テストは、まあ、基本的には国立大学は情報を課す6教科8科目。でも、公立大は医学部や難関大だ、などだけということで、国立大学と公立大学の学力格差が広がるかもしれません。 公立大学といっても、東京都立大とか大阪公立大みたいなトップクラスの難関大はともかく、なんとか県立大とか新しくできたなんとか私立大は正直受験が優しくなっていくのかな。まあ推薦も増えてますし。で、私立に至っては9割が情報は選択制ということで正直やらなくてもよい。という時に国立大学で 必ず情報を勉強しとかないといけないっていうのはしんどいなと。えー、まあ、高学力層はいいんですけど、そうじゃない人たちは離脱しそうな気がしますね。ということで、私は共通テスト離れが進むと予想します。まず、えー、都会の中堅高校。首都圏で、まあ、そのもう、東大をはじめとする国立なんかとても受験しないよと。あるいは関西で、 兄弟反対なんかもう全然目指さないから、カンカン同率入るのがゴールという高校さんが共通テストを受験する理由がないです。何せ、一般選抜は2教科か3教科だし、総合型やえどんどんある指校を使えばよいということで、この都会の高校、中堅高校が協定を受験する理由がありません。6教科8科目はしんどすぎる。問題は地方です。 えー、地方の同じような中堅高校の場合、口では国立大学行きたいとは言うんですけど、これだけ共通テストの負荷が重くなってくると、えー、中堅高はともかく、いわゆる中堅下位の高校の生徒は、6教科8科目を勉強することは耐えられないでしょう。で、国立は難しいから、公立ってなっていくのかなと。で、これはですね、 国立大学も耐えられないんですよもう、6教科8科目頑張れる学生、生徒が来ないわけで、そうなってくると、お互いウィンウィンなんで、共通テストなし推薦が増えて、地方中堅開校はそこで一発逆転を狙う。で、さらに、えー、都会の私立大学は、都会の中堅高校が指定校で埋めてたり、総合型対策やったり、えー 二三教科入試に特化した勉強をやってるんで、まあこう、マーチとかカンカン同率はとても入れなくなって、どんどん入りたい大学のレベルを下げて、まあ、指定校で安易に行くという流れになっていくんじゃないのかなと。問題は板挟みになっちゃう地方で学力の高い子です。まず、六教科八科目やらないと、 地元国立に入れないんですね。金沢大とか岡山大とか。そうするとですね、高校側は当然これに対応していきます。ところが、都会の私立へ入りたい子がいるんですよ。その地方で総計行きたいとかですね、東京行って一旗あげたいと。で、これで偏差値が低い高校だったら、指定校で無名の都会の大学へ行かせてもらえるかもしれないのに、生地勉強ができると、 6教科8科目で金沢で行けやと言われてしまうと。しかも、そういう高校はまあ最近よくも出してきまして、そういう優秀な生徒は探究、えー、で9定大目指せと。まあ、それで東大入れればいいんですけどね。で、科目数が少なかったり推薦が多い国公立大学は二流であるというふうに、当然上位高校は考えますから、この6、 強教科8科目やらないといけないのと、都会の三教科型大学へ行くというのは、両立が難しくなってくるんじゃないかと。まあ、その先生が納得してくれて、もう君、総慶上智行くと言ってるんだから、三教科集中していいぞと。まあ、本当はね、高校側がそれを許してあげるべきなんだろうと思うんですけど。ということで、えー、私みたいなですね、地方から東京の次第に行きたい人、まあ、また東京の人気高まっているとは言いますが、 その東京の有名次第に入るには、6教科8科目で地方国立へ行けという足枷をはめられている地方の上位高校の生徒、真ん中ぐらいから下の高校は逃げ出しますので、もう6教科無理だろうということで、そうですね、SFC の AO みたいなのの一発逆転、あんまりいないんですけど、そのマーチ・カンカン同率の総合型選抜対策をやっていく、あるいは、 共通テストなし国立推薦一発逆転はやっぱり進めると。で、筑波とか横国とか千葉大とか東京都立大の共通テストのない推薦に一発逆転狙い。関西なら神戸大。まあ難関ですけどね。あとは、都会のこと戦うに三教科型私立大学対策なんですけど、高校は六教科八科目型になっちゃってるんで、ここは オンラインの塾の出番かもしれません。その上位高校からそうですね、地方の中,中堅高校でも国公立の数を稼ぎたいんで、基本6教科8科目型なんですよ。で、そんな時に SFC の AO とか、その早慶マーチの3教科みたいな対策っていうのを高校側はやってくれないんで、で、塾も地方の塾だと、 地元国立型だと思うので、まあ、私立対応してくれるといいんですけど、自分でそういう塾行くとか、学校側が非協力的な場合は、自分で頑張ったり、家庭で頑張ったり、塾で頑張ったりするしかない。まあ、高校側も、何でも地方国立じゃなくて、東京の次第に行くことを許してあげてほしいなという感じはありますね。どうしてこんなに共通テストが、 その時間増やしたり、内容を難しくしちゃってるかっていうのは、新しい世の中に対応してほしいという気持ちは分かるんですけど、いつまでですね、情報を処理する能力だけを問うみたいな感じでやってるのか、多くの方が、今回の共通テスト、失敗なんじゃないかって、大学の先生まで言ってるぐらいなんで、このですね、出された問題を解く力だけを問う、結局そうですね、 探究やったんだから、新しい能力を見るとは言ってるんですけど、でもやっぱりですね、限られた時間に多くの問題を解くと。で、出された問題を解く力がある人が天才で東大が入りますっていうスタイルから結局抜け出せないで状況は悪化しており、この情報を活用する力とか、まあこれは結構出題されてるとはね、分析されてるんですけど、で、あとはですね、新しいものを作り出す力、これは 共通テストで測れるのかかどうか今は少子化なんですけど、かつては子どもの数が多すぎて、大学に入りきらなかったわけで、その受験、入試の問題っていうのは落とすための試験だったんですね。でも僕はもうその時代は終わったと思う。これは、かつての大研とか、フランスのバカロレアみたいに、大学の授業に耐えられる基礎的な教養が あるるかかどうかを測る試験に変わっていくべきだとでもちろん、それは最低限の力を見るもの、いわば高卒認定試験みたいな感じにしていって、そんなに問題は難しくするべきじゃないし、時間は延長するべきじゃないです。今時の若者は動画も早送りで見てるんですから、そして無駄なコンテンツがあふれる中で、それを取捨選択していくわけですよ。 それなのに、逃れられない共通テストが重くてしんどいものになっていくのは、時代に逆行しています。なので、国立に関して言えば、二次はしんどくていいと思う。その共通テストは軽めにして、国立の二次試験は、奇抜なものや難しいものや、例えば東大だったら本当にね、大量の情報を処理する問題とか出していいと思うんですけど、 共通テストは優しくしないと、中堅開校校の離脱はどんどん進むんじゃないのかなと思いました。